フィルマートラウレアのもっくんです。今日もですね、吉田めぐみちゃんと葛西臨海公園でシューティングの回になるんですけれども、初めてもし僕のチャンネル見てくれている方がいらっしゃいましたら、写真に役立つ光の読み方、構図の考え方、知識など配信していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。切り取ってみました。カメラのねアングルを少し上から折ることによって、女性らしく可愛い印象で切り取ることができます。ちょっとしたアングルでもイメージが変わっていきますので、今日はアングルを中心に見ていきましょう。光は半逆光気味から入れております。はい、いかがでしょうか。少しのアングルの違いなんですけれども、印象が変わりますよね。こちらは吉田めぐみちゃんと同じようにしゃがんだ目線で切り取ってみました。はい、続きまして大人らしくエレガントで美しい女性を表現してみました。ちょっとした表情の違い、ちょっとしたアングルの違い、ちょっとした光のね加減の違いで、こんなにも写真が変わってくるんです。ポートレートってすごく面白いですよね。はい、こちらは 16-35mmF2.8GM レンズでワイドに撮ってみました。ガラスのリフレクションもなんですけれども、影とね光のバランスだったり、背景のねカラーバランスなども意識して撮っております。はい、また上からのアングルを選択したわけなんですけれども、今回は被写体の表現というよりは背景処理の見せ方において上からのアングルを選択しました。上から振り下ろすことによって、下のね、情報ですとか、緑をふんだんに入れて、ブルーと緑の面積の調整を図っております。このように、被写体の見せ方だけではなく、背景処理の見せ方としても、アングルの選択って重要になってくるんですね。ぜひ、意識して試してみてください。はい、クリスタルビューの方撮影終わりました。お疲れ様です。今回もねちょっと30分ぐらいで弾丸撮影だったんですけど、まあ、いっぱい撮れました ね、いい感じで、いい感じで撮影できました。めぐみちゃんですね、ちょっともうすごい経歴の持ち主で、紹介させていただくんですけど、もうすごすぎて覚えきれないんですよ。なのでちょっとカンニングしながら紹介しますはい、東京科大学3年吉田めぐみです。なんといくつですか。今20歳です。20歳です。はい、戻りたいのんのの読者モデルを今はやっています。はい、はい、のんのの専属読者モデルやってますね、めぐみさん、はい、ぜひチェックお願いします。で、他にもねミスいちご2018ミス東京百科大学2017グランプリ、はい、おめでとうございます。今はお祝いします。2年前ぐらい前、はい、続きまして見返り浴衣美人図鑑2017見返り浴衣、おめでとうございます。ありがとうございます。で、次は OCC2017 の準グランプリと馬流賞をいただきます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、フレッシュキャンパスコンテスト2017のミス・ビゼオークションをいただきました。おめで
とうございます。ということで、下めぐみさんめちゃくちゃ活躍されてる可愛いモデルさんなので、ぜひチェックしてみてください。はい、お仕事はね DM まででいいのか。あ、はい、DM に、はい、お仕事は DM までリンク貼っておくので、ぜひ今回ね楽しかったよ、いいなって思ってくれてる方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。で、今からねちょっとね残り時間もう5分かな、5分ぐらいなんですけど、あのちょっとねあの外でも撮っていこうと思うので、このね弾丸5分ポートレートまた次の回で放送するので、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。